はい、今回はベガスプロを使った音楽の編集方法をご紹介していきます。動画編集して1本作った後に BGM を載せようとしたら、その BGM の尺が足りないということがよくあります。こういった時はその BGM の方を編集してやることで曲を伸ばして映像に合わせることができますので、今回はそちらの方法をご紹介していきます。では実際に作業を行っていきます。例えば先に動画を編集して90秒の1本の動画ができたとします。これは静止画ですが、ここが90秒のあたりとなります。ここに BGM を載せるのですが、載せてみると、映像の途中で音楽が終わってしまうと。こういった時に加工して時間を伸ばしていきます。まずこの BGM を一度再生して曲の構成を確認していきます。といった感じの BGM なのですが、まずこの BGM の尺を伸ばす一番簡単な方法は、この曲全体が繰り返す方法ですね。コントロールをしながら、この音楽を後ろにドラッグすると複製することができます。そしてこの最後のフレーズですね。この最後のフレーズを S を押して分割してデリートで削除。そして複製した音楽ですね。このイントロ部分はつながりが悪くなるので、このメインのフレーズですね、頭のここを S でイントロ部分を分割して削除してつなげると、するとこんな感じで曲のメインフレーズのスタートからもう一度繰り返すことで時間を倍近くにすることができました。こうすることで後ろを縮めて最後フェードアウトさせることで、もともとの曲の長さに対して伸ばしつつ映像の長さに伸ばすことができました。これが一番オーソドックスな方法となります。ただこれだけではちょっとつまらないので、今回はもう一歩踏み込んだ方法をご紹介していきます。一度削除します。そして通常の音楽データを配置。まずこの音源データですね、パーツごとに分類していきます。例えばまず一番最初ですね、イントロのフレーズ M を押すことでマーキングできるので M を押します。ここにマークができました。そして次のスタート位置、ここからメインのフレーズが始まりますね。波形を拡大します。ここですね。
慣れてくるとこういった波形を見ることでどのフレーズがどこから始まっているかなんとなく分かるようになってきます。ここですね。ここから次のフレーズになりますので、ここで M を押してマーキングしておきます。そして次のフレーズのスタートはおそらくこの波形の太さ、音圧が変わっているので、この辺りからですね。ここですね。ここがフレーズの頭になりますね。またここでマーキング。さらに次。まあ、ここで少し同じフレーズの中でアレンジが変わるのですが、ここはもう今回は一つのパーツとして扱います。そしてここですね。ここが次のフレーズの頭、 M を押してマーキング。ここですね。M を押してマーキング。でエンディングに行くと、こんな感じで 1,2,3,4,5 5つのパーツにフレーズを分類することができました。ざっくり聞いていくと、イントロ、メインフレーズ、フレーズ2、そしてつなぎ、でメインフレーズを繰り返してエンディングに、といった感じですね。これらのパーツを切り張りして曲の長さを伸ばしていきます。例えばこの最初のメインフレーズですね。こことこの最後のフレーズは同じなんですね。メインフレーズがあって最後この締めの音が入ることによって曲が終わると。で、ここで曲が終わってしまうとまずいので、この後ろのメインフレーズを S で分割して削除します。デリートですね。ここに、この最初のメインフレーズを持ってきます。S で分割して、分割した部分をコントロール C でコピー。そしてコントロール Z で戻って、ここの分割をなしにします。そして後ろにコントロール V でペースト。こうすることで、ここのメインフレーズ、フレーズ2で、つなぎに入った後に、また、ここに戻ってくると。この1、2、3の構成をもう一度繰り返すようになりました。で、これを伸ばしてやると、もともとの、フィニッシュに向かうようになるという感じになります。そしてこの今の曲のつなぎ目なんですが、今回この曲の場合はアタックがしっかりしているので途切れた感がそんなにないのですが、曲によってはぶつ切り感が少し出てしまうので、少しこうクロスでフェードさせておきます。こんな感じですね。さらに次は、今この曲を伸ばしたことによって曲の長さが映像の長さを超えてしまいました。これをうまいこと合わせていこうと思います。この映像の長さより長くなってしまった部分、この分ですね、ここをどこか削れないかなと考えていきます。フレーズを一つ削ることもできますし、いけますね。この辺り一
一つ削ることでいけそうですね。じゃあ例えばこのつなぎの部分を削ってみます。スタート位置はここですね。 S を押して分割。さらにここですね。 S を押して分割。このつなぎの部分をデリートで削除、詰めます。こんな感じですね。まだ少し音の方が長いので、この最後のフレーズですね、同じフレーズが4回続くので、これの最初をカットして3回にします。1、2ですね。この2のスタートの部分で S を押して分割。1つ目をデリートで削除して詰めます。そしてつなぎ目をクロスフェード。すると、といった感じで映像の長さに音楽をきっちり合わせることができました。まあ、この今最後にやった、4つあるフレーズを3つに減らすものは曲によってはすごく気持ち悪くなるので、場合によってはある程度寄せておいて映像の方を音楽の終わり方に尺を調整するといった方がいい場合もあります。こんな感じで映像の長さに合わせて BGM を編集することができます。今回は以上です。またお会いしましょう。